のスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。この時間は川崎フロンターレ対京都サンガ FC、 こちらの一戦をお届けいたします。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は予定点でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。川崎フロンターレ対京都サンガ、上か落ちた、京都 PK を得ました。早くもカードをもらってしまいます。抗議の姿を見せていますが判定は変わりません。先制のチャンスを迎えます。これを決めるとこの後の試合のペースつかみやすくなりますよね。チョンソンリョー、これを決められない。いや決めておきたいシーンでしたよね。まあとにかく早く気持ちを切り替えていかないといけませんよね。京都決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。このファーストハーフ最初のコーナーキックは京都、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。川崎のスペースを狙う、このパスを防ぎます。ここで前を向けるか、飯田、あっ打たか、あと少し、今のは惜しいシーンでした。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。武田スルーパスを出す、これをカットします、クロス、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へのスルーパス、来たか、谷口削ってしまいました。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。今のファウルには注意があったようです。まあ注意があるとまずいですからね。まだ時間ありますしね。フリーキックのチャンスです。直接曲げてきましたがここは決められませんでした。長いボールを送ります。ここ来ましたよ、山根、裏のスペースを狙う、ボールを下げてリズムを作るか、宮吉、飯田、ヨルディバイス、浅田、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。スペースを狙った、繋いで攻め込んでいきます。京都
届くか。大きく縦へ、スルーパスを出す。おっと、いいボールでしょ。前半最後のセットプレーになるのか。オーバーヘッド、うーん、倒されます。これはペナルティーエリア内。京都ここで PK を得ました。ここで先制のチャンスを迎えています。いや、最初の1点ですからね。ゆとりを持つことで、おっと、これは試合を止める DNA です。結果前半1対0、京都確実に得点を重ね前半を折り返しました。選手たちが伸び伸びと積極的にプレーしていたような前半でしたよね。この後も自分たちのペースを守っていればより勝利に近づくと思いますよ。川崎フロンターレ対京都サンガ FC、京都が1対0でリード。後半に向かいます。後半参りましょう。京都としては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいと思います。来た、これはわずかに右でした。京都が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。繋がるか、体を張ったプレー、こぼれてルーズボール。リーダー、さあ左サイドへ、武田、荻原、うまいですね。自分で行く、一人で上がっていく、どうだこのシュート。に右へ逸れました。京都決定的なチャンスを収めることができませんでした。上がっていく左サイド、サイドへ、さあレアンドロ・ダミアン、レアンドロ・ダミアン、いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。この場面でスーパーセーブです。もう一回、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。京都としてはもう一点取ってしまえば非常に楽になると思うんですけどもね。はい、積極的に行きたいですね。
これはつながりません。アーチのようなパス、このパスが抜ける、ちょっと伸びてしまいました。浅田、松田、スルーパスを狙う、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。田中、裏のスペースを狙う、抜けてくる、同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いや、あんなの止めていなかったら追いつかれてるわけですからね。これは今日の試合の中でも一つの大きなポイントになりましたね。この難しいボールによく触りました。川崎はコーナーキック2本目。ヘディングでした。ディフェンダーがしっかり寄せてましたからね。ハイボールのシュートは難しいですよね。神戸としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。レアンドロ・ダミアン、大島、スペースを狙う、これはクリア。チェックを受けますが動じません。このクリアボール拾えた。ここで笛です。1対0、京都1点差を守りきり勝利しました。前半のゴールはそのまま決勝で。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。京都としては11人のバランスが非常にいい形で出てましたよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。京都が1点を死守、勝利を収めました。